こんにちは、アンゴロです。あの ICO は今では、日本で話題となった ICO の現在の状況をチェックします。今回の ICO はレンドロイド。レンドロイドはデジタル資産融資プラットフォームを開発するプロジェクトです。レンドは貸すという意味で、レンドとアンドロイドをかけてレンドロイドという名前だと思います。デジタル資産融資プラットフォームとはですね、個人間でデジタル資産の貸し借りができるプラットフォームのことです。そのプラットフォームで使われるトークンがレンドロイドサポートトークン、略して LST と言います。例えばビットコインを持っている A さんがリップルを買いたいと思った時、通常は取引所に行ってビットコインとリップルを交換します。一方、レンドロイドのプラットフォームを使う場合は、ビットコインを担保にして LST を融資してもらい、LST でリップルを買います。こうすることでビットコインを手放さずにリップルを手に入れることができます。つまり暗号通貨を担保にして暗号通貨を借りるということです。当然ながら貸す方は利息がもらえて、借りる方は利息を払う必要があります。契約の実行はイーサリアムのスマートコントラクトを用いて行われるので、面倒な契約手続きが不要になり、返金時の利息の支払いや債務不履行が起きた時の担保の移行もスムーズに行われるようになっています。例えば B さんは資産を貸した利息で稼ぎたいと思い、レンドロイドの貸付プールに100万円分の LST を入れたとします。 C さんは暗号通貨を借りたいと思って、レンドロイドに100万円分のビットコインを担保として入れて100万円分の LST を借ります。その後 C さんがトレードで儲けて利息分を含めた120万円分の LST をレンドロイドに返金すると、 B さんの元に利息分を含めた LST が返金されるといった流れになります。逆に C さんが期限内に返金できなくなった場合、担保に入れていたビットコインが B さんに支払われます。なお、担保に入れることができるのは最初は暗号通貨ですが、将来的にはマイルやアマゾンポイントなどのデジタル資産も対象になるそうです。気軽に借りることができて便利そうですが、ここで一つ考えたいことがあります。暗号通貨で暗号通貨を借りたいと思う人はいるのかということです。借りるということは当然利息をつけて返さなければなりません。また貸す個人もそれなりのリスクを背負っているので、当然金利は高くなると予想されます。であれば担保にしようと思った暗号通貨をそのまま使った方が良くないですかね。例えば100万円分の暗号通貨を預けて300万円分の暗号通貨を借りれるようなルールならありかもしれませんが、その場合もし返金ができなくなったら貸主に元本が戻ってこないことになってしまいます。日本人向けに作られた資料には保証人をつけて第二担保を用意することで貸主が損しないような仕組みになっていると説明していましたが、どこの誰かもわからない人の保証人になりたいと思う人は果たしているのか。また保証人も利息の一部を受けることができるそうですが、そうなると金利がさらに高まりそうな予感がします。なお、ホワイトペーパーには保証人の話は載っていませんでした。暗号通貨で暗号通貨を借りる需要はあるかな。ちなみに暗号通貨を担保にして法定通貨を借りるならありだと思います。一時的な支払いで必要になったお金を暗号通貨を利確せずに法定通貨で用意するような使い方です。そしていつの間にか仕様が追加されて、ホワイトペーパーにはこのように記載されていました。簡潔に言うと、借りた暗号通貨を信用取引や空売りなどに利用できる仕組みになるそうです。レバレッジは 2.5 倍と記載されています。高い金利で暗号通貨を借りてレバレッジ取引、危険な匂いがしますね。レンドロイドのトークン情報を見てみましょう。トークン名はレンドロイドサポートトークン、シンボルは LST。 総発行枚数は60億枚と説明している仲介会社がいましたが、イーサスキャンでは31億枚、コインマーケットキャップでは12億枚になってます。
仕様が変更されたんでしょうかね。トークンセールは2017年10月から2018年2月の間で行われて、1枚約 3.4 円から 3.6 円で販売されていました。販売会社によっては 3.8 円のところもあったようです。レンドロイドは2018年3月にgate.io という取引所に公式アナウンスなしのゲリラ上場が行われて、ホルダーたちを驚かしていました。この上場は3ヶ月間の限定上場となって、一時 0.03 円まで下落し、上場廃止時は 0.2 円となりました。 IDEX という取引所にも2018年3月に上場していて、現在価格は約 0.1 円です。 ICO 価格の 3.6 円から0.1 円の下落なので 97% ダウン。 ICO 分散。うわ、たまには爆上げした ICO ムーンとか言いたいな。レンドロイドはビットアクセス創業者のハシーブ・アワン氏がプロジェクトメンバーにいるということで注目を集めました。これはハシーブ氏の公式ツイッターです。ハシーブ氏がツイッターでレンドロイドのことをつぶやいているのか調べてみたところ、一言もつぶやいていませんでした。また、ハシーブ・アワン・レンドロイドでググってみたところ、ヒットは31件のみ。その中でレンドロイドに関するハシーブ氏本人のコメントは見つからず、ホワイトペーパーにはプロジェクトチームメンバーは全員掲載されていなくて、日本語版の説明資料にもハシーブ氏は載っていませんでした。本当にハシーブ氏いるのかな。これはバイナンスインフォに記載されているレンドロイドの評価です。 1.5 の評価を受けています。バイナンスインフォは1から5の間で暗号通貨を評価して、1は間違いなく詐欺という評価なので、レンドロイドは厳しい状況となっています。スケジュールではプラットフォームの公開が2018年9月の予定でしたが、まだ公開されていません。レンドロイドのブログの最後の投稿は2018年9月です。開発の状況がわからないので、今仕込むのは注意が必要です。以上、あの ICO は今、レンドロイドについてでした。また次回お会いしましょう。